ごめんなさい。俺のお父さん、3枚ぐらい入ってきた。なくてから。一番最初に。あ、違う。12時すぐらい。あ、日だけ。お下元なんですね。テスト、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 玉の木が広角低い、他に広角だね。近く寄った方がいいの、こんな感じだね。もしかぶってないじゃないですか。そう、忘れちゃったんだけど。ああ、いいですね、どうぞ。 OK、 皆さんこんにちは。こんにちは。新健康勉強会157回だそうです。157回になっちゃいます。1号の、いやー、ちょっとね、この間まで寒くて、暑くて寒くて、また暑くなってきましたけど、お体ね、気をつけてください。今日はいい天気ですよ。あの風も爽やかで、焼津はすごい、すこぶる、快晴ですね。で、今日何しようかなと、話をしようかなと思ったんですけどね、今日たまたま、あの、倉庫からですね、こういうのを見つけてきまして、見つけてきましたっていうか買ったんですけど、メルカリに出てて、ちょっとメルカリの方の金額が余ってたもんで、なんかないかなと思って探したら、こういう浄水器、ポット型の浄水器ですよね。あの、ハンディのね。そういうのが中国製だったんだけど、あって。まあ、まだ新しいもんでね、味はまだあれなんですけど、まあ、こんなのも出てて、重宝だなっていうふうに思いました。で、ちょっとあのペットボトルとかね、そういうのを、頻繁に飲んでたんだけど、ちょっと考え方変えて、まあ、こういう、自分で持って歩くってのもいいのかなみたいな、そんな感じで。コメント入ってます。コメント見れない、どこにある。あ、おはよう、今日さんおはようございます。玉三郎さん怒られちゃった。関係者やねえだろ。この間ちょっと玉三郎さんたちを受け、うんのさんこんにちは、おはようございます、お久しぶりです、またお会いしましょう。なかなか時間が合わなくて、うんのさんのところにね、あの、伺えなくて申し訳ないですけど、こっち出ないですよね。あ、そっちは出ないですね。出ないね、今日はね。あ、これで見ないのか、俺が。基本 iPhone で勝手に見てくださいっていうスタンスに変えたもの。ああ、そういうことか。うん、分かりました。それ言っといてくんないと。はい。システム毎日変わってくるもんね。システム急に変わっちゃうんですよ。急に変わるのびっくりするよね。いつから一緒のと相談してないのね。山さんなんかさ、いや、さっき決まったから相談なんかないんだよ。またその日からもうすぐスタートだからね。マキちゃんも見ていますということで、あれ出てますね。まだ知らない。そんなこと話したらね、忘れちゃったら何を言おうかなと思って。これの話じゃなくて、考えてきたんだけど、あの、忘れちゃった。また忘れて、最近ね、あの、困るんですけど、まあまあ自分はね、ちょっと店をこう閉めてからこう自由になって。で、どうしようかなみたいな悩んでたら、あの、結構インターネットの中で、発注じゃないけど、あの、相談が来て、舞い込んできて、で、あの、1日にね、あの、1件2件来るんですけど、まあ、そんな感じでのんびりやれてるなと思って、あの、引きこもりになってます。小説ね、あれ面白いんですよ。小説がね、あの、月か1000円印税が入るんですよ。すごいな。俺は先生って言われるんだけど、大先生って思うんですよ。やばい小説が。物書きになっちゃったよ。いいなんか、でも1000円でも入る、大丈夫ですよ。1000円入るんですよ。昔だったらさ、なんかさ、自費出版しませんじゃん。300万で騙されたのに、私が払うからですよ。もうあれはね、AI 任せ。AI で素晴らしいんですよ。AI のね、あれが素晴らしいんですよ。内容にすぐできちゃってね。あ
僕は考えてないのに、ね、印税せんですよ。いいですか、考えてみない。そうそうそう、こういうコンピューターにやらせた方がいいんだよね。そうそうそう、企画だけ考えればいいんだからね、こっちで、ね、ちょっと H とか、そうそうそう、何系とか選ばれるでしょ。そうそうそう、そうするとね、まあ、今1000円じゃん、かけ10倍なら1万円くるじゃん。そりゃそうです、ね、1ヶ月1万入るんですよ。何もしなくて1万入るんですよ。月1万円って大きいですよね。大きいでしょ、税ってね、バカにしますよ、ね、本当だよ、年間で12万。そうですね、すごいなぁ。ウルトラ車検じゃねえか、あの車買いちゃうからね、印税だけで。そう、印税で買いちゃうかなみたいな。ねえ、そうそうそう、1万円じゃないですか、すげえなぁ。もうちょっと頑張って増やそうかなと思って。ぜひ出してまだ1000円なんでね。まあこう波があるんだけどね、その月のね、まあ最低500円で1000円で、今のところ500円1000円ぐらいのあの波であるんで、面白いなみたいな、うん、で休んでてもまたね、あれ印税だから、投稿しなくても1000円は来るんで、そこは、そうそう、蓄積なんていい、いいんですよ。小説書けば書くほど、あ、そう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 、うん、面白いですよ、あれ、うん、なんかちょっとハマってますけどね。で、引きこもりになってるんですよ、カチャ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 本当外出てこうね、アピールしなきゃいけないんだけど、うん、で、結構ね、あ、そうそうそう、まあ、僕のところに来る人で、その、治療院やってる人なんだけど、結構ね、足がね、その話をしようと思ったんだ。足がね、指がね、こう、反り返っちゃってるんだって。男の人に多いらしいんだけど、普通こう、足ってこうなってるじゃないですか。こうね、地面をこう、ガッと踏んでないとダメなんですよ。例えば、お風呂上がった時に、足の水跡がついた時に、こう、足の本体と指が5本こうやってついてないとダメらしいんですよ。で、それもこう、開いてないとダメなんだけど、で、それがね、その人がいわく、うちに来る人、みんなこんな感じなんですよって、こう指がね、全部上がっちゃってるのって、こうやって。ね、反っちゃってる。そう、反っちゃってる。こう反り返っちゃって。まあ、こういう感じですよね。こんな感じになって。で、それがなんでかなっていうから、いやいや、それは、そういうのって精神的に安定してない人が多いんだよって言って、で、高いとこ連れてったら飛び降りるよ、みたいな、そういう人、そういうぐらいのレベルの人なんですよ。その指が上がっちゃってる人って。じゃあ、どうしたらいいのって言われるから、指をね、逆に今度曲げてあげると。で、そういう癖をつけるっていうかね、こうなっちゃってるもんで、まあ、指の方からやるならば、その、癖をつけて曲げるっていう動作と、まあ、リラックスって一番いいんだけど、その人自身が緊張しちゃってるっていうかね、よく銀行マンとかそういう人に多いんですよね、こう、毎日毎日緊張しっぱなしでストレスが溜まっちゃって、もうアップアップしてる状態で、そういう人って指がだん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 こうやって上がってっちゃうんですよ。なので指のトレーニングっていうか、指をまず動かすってことと、その緊張をほぐすってことですよね。で、その人の精神的なところの、相談カウンセリングっていうのかな、そういうのをしてあげると非常にいいかなっていうふうに思うんですけど、でもそういうことを知ってる僕のところには来ないんですよね、そういう人がね。見つけてくださいみたいな、私をつって、ウォーリーじゃないけど。ちっちゃい中でこうね、ちっちゃいのが犯罪者かって、ウォーリー犯罪者なんですよね。あ、そう、あれは犯罪者なんですよ。あ、もしあれ囚人服ってことですか。そうそう、あれ囚人服なんですよ。っていう話もあります。うん、そう、ウォーリーはなんかその探す方法がなかったらしいんですよ。あの外国の犯罪者で逃げちゃったもんで。で、変装するじゃないですか、いっぱい。いろんな変装して、各地いろいろ行くから、まあ、服はそのね、オレンジの、ストライプなんだけど、で、それで、まあ、変装した格好をいっぱいの中で探すっていう、なんか癖をつけたらしいんですよね。で、それをこう、世界中にばらまいて、っていう、なんか、話もあるらしいんですけどね。まあ、嘘か本当か知りませんけど、都市伝説的な話が、あります。まあそういうことじゃないですけどね、なかなか僕を見つけてくれないので、まあ出さないっていうのもあるんだけどね、うん、まあそんな感じでこう外に出てって、アピールしていこうかなっていう場をね、ちょっと、やっていきたいなっていうふうに僕はこれから思っています。まあそんな感じですね、仕事的には変わんないですか。仕事的には、仕事的には変わんないですね。あ、木村さん、たっちゃん、まあそんな感じでね、やってます。まあ僕は、今日もあれ、カリフォルニアの人やったんだけど、その海外の人とかですね、SNS とかメッセンジャーでやるんですけど、
メッセンジャーすごいいいですよね、Facebook のね、ただだもんね。でテレビ電話ただにできるし、あれ最高、すごい重宝してます。そんな感じでこうやり取りして、昨日は兵庫県の人かな、でそんな感じ、滋賀県か、ごめんなさい、滋賀県の人とね、セッションしましたけど、まあ面白い時間を、過ごさせていただいております。まあなんか相談カウンセリングいたしますので、また連絡してください。セミナーチケットってことですか？セミナーチケットでもやるし、直接その昨日の方はオーストラリアの人からの紹介でこう来ました。そういうので国際派なんですよね、結構今アメリカとオーストラリアと、ですね、あと、まあ、中国は、まあ、いないかな。決済はどうするんですか？あ、チェックサイだからね、バンデルです。あ、スマホで使ってるんですよ。あれ楽なんですよ、バーコードポンって送れば ね、コンビニで入れてきてって言うともうすぐ入るもんね。やっぱそうですよね、時間タイムラグもないんですよ。そうですよね、うん、入れましたって言うともうチャラインとか入ってる。いいバンデル、あ、すごいね。このアプリじゃないですか？そう、エコさんに教えてもらってバンデルカードっての教えてもらったんですよ。だから決済にすごい楽でね、リアルカードもあるけど、こういうネット決済がお金かかるの？かかんない。かかんないんですよ。で、お金は何でかかるかっていうと、半年使わないと100円ずつ、1ヶ月に1回100円ずつ、ね、サーバー使用料という形で捉えるだけで。300円だっけ？最初の、カードがなければ300円だね。カードなんかタダでできるんだよ。カードないタダだっけ？カードが種類があるんだ。あ、カードの種類があるんだ。2種類あって、300円と600円があるんだよね。まあ、なければタダでもできるし、だすごい、いい重宝してます。まあ、英子さんに感謝しちゃって、今ね、重宝です。それ使ってね、決済やってます。これで決済めっちゃ楽ですよね。楽、すごい楽。手数料かかんないしね、うん、すぐ入ってるから、ね。そう、楽、すっごい楽。だってリアルカードはね、何でも買えちゃうってことですもんね。そう。うん。だから、引き落としもこれ使えるしね。そう。引き落とし使えるし。そう。いいですよ。日本人ですよ、これ。うん、すごい便利。仮想通貨いらない。そうそう、手数料いらないと思って最高で、こんなこと言っちゃっていいな。うん、まあそんな感じでね、やってます。で基本的には僕はお払いです。霊的なことをお払いするっていう特が特技なんで、まあよろしくお願いいたします。こんな感じで1番手よろしいですか？じゃあ2番手よろしくお願いします。パチ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 すごいね。いいぞこれ、バン始めるおせんこれ、いいぞ、絶対いい。青木さんと健康勉強がある。わかりました。まず200円入ってくる。英子さん200円入る。どこに起こった？両方、どっちでもいいです。両方、健康勉強会にしてじゃん。そうだから言ったんですよ、ね、その話はね。俺1日10人ぐらいね、紹介してね、2000円でそうしたら晩飯食えるぜって話してさ、それでそれで生活しようかと思ってね。そうしたら先生が1ヶ月1000円のね、今印税って言うか、俺の勝つ可能性があるから、1日2000円入るようになったらね、6万円ですからね、負けたくないんでね、それもやってみようかなと思いますけど。バンデル長者ね、バンデル長者。そうだからね、今ね、仮想通貨の話もあっていろいろあるんですけども、うん、ちょっと待って、まずヤジテレビコメントが見えるようにしてもらえないと、うるせえよ、せっかくコメントしたのにとか言われたのに命ですんでね。あ、やってますね。ミカさん、あ、来てるな、来てるな。紹介コールどこに来てるの？わかんないですか。 8V7W かな、来てますか。 8V8V7W です。 8V8V7W お願いします。 8V8V7W、 あ、来てるね。あ、京子さんとか、あ、雲野大先生も見てくださってますね。コメントくださいね、何か質問があれば。はい、おはようございます。第157回でしたっけ、はい、真剣勉強会。今日はね、高野
巨匠も来てくださったんで、もう印税生活してますんでね、僕もね負けたくないんでね、バンデル長者を目指してですねやっていこうかなと思ったんですけどね、今日もねここも実はですね、ビットコインのね説明会が藤枝であるというもんですからね、来なさいって言われてるんでね、ちょっと行ってきますけれどもね、杉山さんぜひ紹介したい男性が2人いるっていうんでね、本当かどうか分かりませんけれどもね、とりあえずね、カモがネギ背負っていこうかなと思ってますけれども、今ねいい話いっぱいあるんですけどね、結局ビットコイン僕が調べた中では結局はですね、送金手数料ですね、ね今だって銀行だってね、シズ銀からねシズ銀に送ったって108円、これ他行なんてやね300円とか、これ夜中やらね500円とか1000円取るとかってね、トンチンカンな手数料を捉えるわけですよね。これがね、自分のところのね、県内でもさ、とか市内でもそんなになってるのがね、これじゃ県外とかね、国外なんていうとね、莫大な金がかかってたっていうのがあるわけですね、送金手数料を。それをなくそうという、仲間内のね、通貨を作れば、別に送金手数料なんかいらないよっていう世界を作ろうって始めたのが、多分、ビットコインじゃないかなと、僕は思ってるんですが、まあ昔はね、そうやってやったのがビットコインしかなかったんですが、今は、まあ LINE なんかもやってますしね、こうバンドルとかね、いろんなところでもやってますから、別にね、ビットコインだけじゃないんじゃないかなと、僕は思うんで、まあね、ビットコイン信者みたいな方いらっしゃるので、そういう方はビットコインでいいのかもしれませんけれども、うちはね、焼津テレビくじってのありますんでね、そっちの方が数倍すごいんだよって紹介しておきましたんでね、ビットコインの人にはね。ですから、みんなね、自分で作った方がいいんじゃないんですかっていうことを言っときましたので、ぜひね、興味のある方は自分で通貨を作っていただいてね、なるべく手数料がかからないような世の中にしていただければね、銀行も困るんじゃないかなと思いますし、まあ僕は基本的にね、物々交換の世界を作るべきだと思ってますので、もう。昔のあれですよね、村の、町のコインっていうの、はいはい、町内コインっていうのは、はいはいはい、あれですよね。そういうことですよね。あれが世界版になってたけど。そうですよね、そういうことですよね。だって日本だって昔藩ごとお金があったとかってことになるわけでしょって。ねえ。で、そんなのはね、みんなでやろうと思えばね、どんどん貧しくなってくれば知恵を使ってね、そういうふうに、ね、自分たちでね、だけで通用するね、その通貨を作れば、地域発展できるわけですから。テレビくじ通貨だから。そうです。これめっちゃすごいですからね、もうね。実はそうなんですよ。使えるんだ。これは相当すごいね、システムですね。ビットコインよりこっちの方が全然すごいと僕は思ってますけど、ビットコインしか知らない人はね、ヤジテレビくじはね、大したことないと思うかもしれませんけど、両方知ってると、どう考えてもヤジテレビくじの方がすごいんじゃないかなと。そうなんですよね。ですから僕はね、ヤジテレビにね、来た方がいいんじゃないかなと思いますんでね、ぜひね、来ていただいて。これですね、この間、これね、さっきのね、先生がね、国際的になってますけどね、さっきね、青木さんとね、朝、YouTuber になりたい人が随分、この辺でも、増えてきたので、ちょっとそういう講座でもやろうかなってね話になってたんですけど、実は養成講座で、実はね僕もね YouTube やってるんですけど、このね今 YouTube ってね、どっからどこの国から見に来たとかね、自分のアップしたのがどのぐらい再生されてるかっていうのを全部こうデータ出してくれるんですよね。これそれが出てくるアプリがあって、これでね昨日僕見てね笑っちゃったんですけど、僕のね今ね僕のなんか大して再生されないんですけど、どっから見に来てるかっていうのがね、どれだこれか、これでね全部出てくるんですけど、僕のがねだいたいね、これはユーザー層っていうのが出てくるんですよ。ユーザー層 100% 男性、僕の場合ね、僕のアップしたのは。でですね、なんと国別でいくとですね、第1位アメリカ合衆国、イエーイ、第1位ですからね、第1位アメリカ合衆国、37.9%、 第2位日本 36.1% ですからね。もうすごい、アメリカと日本でこの37と36ですから、 70% 以上再生されてると。その後イギリス、カナダ、サウジアラビアとね、先進国ばっかりじゃん、素晴らしいね、こういうふうになってますんで、僕の動画でもね、もしね、アメリカにこうアプローチしたような方は僕に相談していただければね、4割近くのユーザーがいますので、僕のところにね、あれじゃね、なんだっけ、ピコさんも狙ってんだよ ね、可能性ありますね。ピコ太郎狙いの人は僕に相談していただければ、こっちはカモメの歌とかもありますんでね、それに歌詞つけていただければね、多分ね、ピコ太郎超えられると僕は思ってますんでね、ぜひね、そういう風にね、やるテレビと絡んでくればね、 YouTuber にも簡単になれますし、ピコ太郎を超えようと思ってもできますんでね、ぜひね相談に来ていただいて、やっぱりね、まあビジネスやってる方多いんで思いますけど、やっぱね売り上げがこう下がるとみんな病気になってっちゃうもんですからね、
ぱりね、やっぱこう売り上げが上がるとこう健康になっていくっていうのが僕はあると思いますんで、ぜひねバン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 ねお金を稼いでいただいて、でじゃん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 ねお金を使ってじゃんじゃん健康になっていただければね、みんな自分もいいしね地域もいいしってことになると思いますので、ぜひねやっていただきたいなと思いますね。ほいでですね、今回もね僕もねまた引っ越ししなきゃならなくなっちゃったもんですからね、今今度どこに引っ越しようかと思って、でうちの女房がね自然が見たいとかって言って、やっぱね僕岡部に20年いたじゃないですか、ほんとねやっぱね空見りゃ星は見えるしね、田んぼの真ん中でねね、そう空見りゃほんと綺麗なわけですよ、もうみんな星ですからね、静岡なんか行ったらねカンコンカンコンね、あの電車の音だけでね、あの赤いのがペカペカペカ見えるぐらいで、あと月ぐらいしか見えないですからね、駅前が安いとこいいんじゃない、そうですから、これで今ね探したんですけど、あの不動産屋もいいんですけどね、このさルクレートの出してスモカとかっていうアプリがあって、これでね地域こう丸すんですよ、ほんとね、その丸したところからねペコペコって10個ぐらい出てくるんですよね、すごいね、めっちゃすげえなと思って、これで条件とかいろいろじゃないですか、これでね敷金礼金なしとかあるんですよね今ね、これね、この間行ったらね、紹介してもらったところは、あの、1ヶ月サービスですって、安の物件で。1ヶ月サービスとかありますから。玉さんのとこ、月3万円ですよ。あ、火災とも全部月。ついて3万円ですね。あの、なんか評判の悪いなレオパレスですか。トントンで上げたらね、10件向こうだった方なのかね。で、なんかこう、画面させたら、ちょっと隣がいてって話が聞こえたとかさ。困ったね。あ、ほんならいいんですけどね、なんかそういうね、まあ都市伝説ですから嘘は多分嘘だと思いますけどね、まあノリカちゃんが嘘言うとは思いませんから、僕はね、僕はノリカちゃんを信じていますので、まあね、安心して住んで、息が聞こえるよね、あ、素晴らしい、聞こえる、聞こえる、やばいじゃん、喘ぎ声聞こえちゃう、喘ぎ声バンバン聞こえるみたいなこと言ってましたよね、喘ぎ声はもう聞こえちゃう、そうそう、彼女来ると寝言も聞こえちゃう、あ、ね、みんな聞こえるみたいなこと言ってます、隣の、僕のとか隣が響けると思って、あ、まあ、おならも聞こえるとか、ね、聞こえますね、気分、その何でも聞こえちゃうみたいですよ。やばいいみたいですね。それがね。そう、あれがですよね。あの2階建ての場合はあの歩く音がね、響いてきちゃうもんね。聞こえるの。そうそうそう。やっぱアパートだから重量って鉄骨でしょあれ。多分。そうですからね。住むところもね、今そうやってね、昔はねその敷金礼金がねかかるとやっぱりこうなかなか移動ができないっていう。ね、だからダメだっていう考え方があって、敷金礼金なくてねパカパカ移動ができるともっとね自由に。ね、あのそれでは、ほら、新しいマンションにアパートを経営ってあるじゃないですか、あの自分の空いた土地を使ってアパート経営とか言って、新しく作るじゃないですか、その次に別の人が作って、みんな田舎のバスで、新しい方でね、結局ね、新婚はやっぱ新しいところがいいっていうもんですからね、うちみたいにじいさんばあさんはね、別に、ね、寝れりゃええよみたいになってるんでね、別に新宿じゃなくていいよみたいなのがあるんですけど、いや、でもね、コメント入ってます。あ、古い方がいい、コメントだろ、え、住むには古い方がいいと思う、そうですよね、みたいな汚くなくていいんだもんね、あのほら、いろんな建材の匂いとかあるんです、あ、違う、そこね、新しくしたんです、内装全部、あ、だからね、ちょっとね、内装のこの間見せてもらったところは良かったんですけど、一貫スターだってところは、うん、建材の匂いがしてね、あ、一軒家貸したいとこ人いるみたいな、いますいます、だからね、一軒家で検索するとね、そこのね、さ、栄町って書いてあるから、その道路の向こう、あの、あるじゃないですか、あの橋だ、何、境町だから向こう側のとこ焼肉屋とかある、あそこのね一軒家が空いてるんですよね、駐車場込みだもん、あと浜通りも空いてる一軒家あるよ、じゃあだから駅の近くじゃないとダメだって言ってんじゃないですか、めちゃくちゃ安いんじゃない、今安くてもねどうでもいいんですけど駅の近くじゃないと困るんでそれだけをねちょっと目的に今ね探してるんですけど、あ、宇野さん見てくださってますね、そう、そう、あとはねその西会津がバスが通るんで、バス停がだから西会津だと、西会津駅とそのね、東名の間だったら、もうバスでね、乗れば東京まですぐ行けるし、下手すら大阪、京都、ね、USJ か、うん。あそこまで直通のバスも通ってますし、ね、移動の便はいいんじゃないかなっていうことで、ちょっと今ね、探してますので、またね、引っ越ししたらね、様子を教えて、させていただいて。まあ、八重田住むにはね、いいと思いますんでね。津波がくるくる詐欺みたいなのありますけど、まあ多分ね来ないと思いますんで、多分ねこれでね八重洲住んだらまたすごいじゃんね、またいろいろ隣の事務所空いてるし、あ、あれね、でっかいビルね、で角のうち、あの梅原さん竹ひもでなんか買ってたし、意外空いてるしねえ、貸してもらえばいい、ほんとそうだよね
だから多分ね、だから前見のアパートじゃなくてあれじゃないですか、自宅売れねえで残ってるって言うから、これは聞いたんですよ、貸してくれるって言ったら貸してあげるよとか言ったけど、なんかなんかまあなんかちょっと手直さなきゃならないとかあるとかっていうもんだからね、すぐ住めないみたいなね。えだけどさ、まあ、また遠いじゃん、あそこの、もっと近くじゃないと。ここ貸してもらえばいいねえ、こんなとこ借りれたら一番いいんですよね。それぐらい分かりませんね、竹ひごどうすんだって話になってね。えそうですからね、まあいろいろね、今空き物件だらけですから、見てると調べるとね、なんぼでもありますので、これね、敷金礼金いらないなんてさ、そんななんだなと思うとびっくりしますんでね、今ねいろんなのがありますので、またぜひ新居が決まったら遊びに来ていただいて。以上です。何の話したんだかさっぱり分かんないね。おはようございます。おはようございます。あ、コロロはデブ巻きチャンネルがやってまいりました。あー、今日はなんかしらけど早く起きちゃいまして、なんか肩凝っちゃいましたね。二度寝すると肩凝るってどういうことでしょうか。わかりません。おはようございます。今日は何を喋ればいいんでしょうか。全然思い浮かばないんですけど。困ったね。横に座ります。横に座る。じゃあ座ってください。いっぺんで済ましましょう。お、マキマキマッキーじゃないですか。マキマキマッキーどうぞ。笑うと北島さんの方だって。歌始まっちゃう。というわけで、ちょうどマキマキマッキーが来たんで、マキマキマッキーに喋ってもらうことにします。特にありません。今日はなんかぼーっとしちゃって何にも出てこないです、言葉がね。どうしちゃったんですか、珍しいじゃないですか。いや、なんかね、朝早く、昨日ちょっと焼酎飲みすぎてるかもしれない。あれですか、芋焼酎。そう、あれついつい飲んじゃって。あれね、美味しい。県ですか。あれ静岡ですよ。掛川の芋焼酎。ここに出てくれた人のあれですよね、うん、一口飲んだら、あ、これうまいと思って。うん、そう、1日おきに飲んじゃってるんですけど。私毎日ですよ。この間ね、飲めると思ったんですけど、ね、出てこなかったもんね。だって持ってったらエコさん全部飲んじゃうもん。絶対飲みますよ、うん、何その自信満々。絶対飲むよね。こっちとしては、ね、飲まれたくないから。絶対飲んじゃうね。何なんであれのうまいもん貸してほしい。なんで自分のうまいもん出さないって。どうやってんの。分かった、やばい、食い入れじゃないか、それじゃ、うん、あ、じゃあ今度、ね、今度買ってくれよ、またね。でもさ、あれすぐ飲んじゃうね。でもね、そう、あれはね、あれをね、ほんと何時間でなくなるかと思うとね、うんうん、そうだよね、うん、一瞬でなくなるよ、これ。そう、だからダメ。ガブガブ水ない、絶対ね、味なんてね、見てないでしょ。めっちゃ食通だからね。うん、だけど、そんなこうね、浴びる勢いで飲まれちゃうとね、酒の味もね、シーマとほんと同じような味するよね。そう、うまい。そう、甘みがあって、ね、次の日全然残んないんだよ。あれはいい。でもまあ一本開けたら残りますよ、あれは。一本開ければね。そう、俺開ける、開ける勢いだから。そう、でもこの間さ、中英の塾長、俺さ、俺一期生だから、これであったの。そうだ、俺は毎日焼酎2本飲んでたけど、最近はね、1本になったとか言ってたからね。あの辺すごいよね、毎日毎晩2本飲んでたの。体、焼酎おかしくない。体とお金がすごいことになりそう。焼酎、まあそうですよね。焼酎25度。あ、そうだ。リドリドさん。ダンシング磯部ちゃんがやってまいりました。磯部さん。休憩中じゃん、休憩。磯部さん。休憩中ですね。なんか喋ってる？12時半に来たけど、まあ、会えてなかったって。すいません、磯部ちゃん忘れちゃいました僕。磯部ちゃん入ってきて。磯部ちゃんね、この辺最近ね、うん、散歩してくれてるんですよ。うん、聞いた、今来てる。はい、はい、磯部ちゃんがやってまいりました。おはようございます。おはようございます。ダンシングクイーンじゃなくて、ダンシング、はい、磯部ちゃん、こっち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 、磯部ちゃんが来るだね。いや、すげえ、ピーターパンのバッグ。あー、ほんとだ、かわいい、ピーターパンのおしゃれだね、エコバッグ。あの、結構ね、ピーターパンも人気があるんですよ。ピーターパン、ピーターパンですかね。ピーターパンのパン屋さんね、人気ありますよ。何もしていきます。はい、ピーターパンのパン屋さんの、大丈夫、ああ、ああ、ああ、しっかりしてますね。はい、じゃあ真ん中どうぞ。失礼します。ということで、今日は飛び入り参加の、磯
磯部ちゃん。はい、男子の磯部とも。はい、磯部さんがやってまいりました。まあ、いろんなあのあれが芸があるんですけども、はい、顔も持ってます。顔芸です。はい、いや顔芸だけでもないですけどね、はい、いろんな能力を、うん、この間テレビ出てましたよね。あ、この間もうだいぶ前か、うん、あれ結構前あの第一テレビのさ、第一テレビ、あ、第一テレビ、あ、もう出過ぎちゃってわかんないでしょ。あのテレビ見てないかもしれない。あまり 見れないです、あんまり。あ、じゃ、若干ずれますか。若干、あ、そうか、もしもしか、若干ずれましょうか。すいませんね、私いなきゃあれだけど。いや、ちょっとなんか焼津市の動画サイトにも出してくれて。動画サイト、うん、そう、焼津市の、あ、市の、へ、すごい。なんか言ってね、歌が、うん、歌って、あ、いい声してます、なんか言ってクリ、なんかね、薬局のあれ言ったらお客さんがそう言うんだよ、うん、おかしいなと思って行って、その日行ったら、あの観光協会に行ったら、うんうん、ああのあれ動画サイトに出てますよっていう、ああ、これがそうだなと。あ、そういうのは何、磯部さんは出たとしてもいつやりますよとか何で流しますよって情報は入ってこないの？入ってこないです、まあ、その方がいいです。入ってきちゃうとみんなみたいなやつね。磯部ちゃんの連絡取り方知らないもん。あ、確かに。どうやって連絡取ればいいんですか？いや、その辺歩いてるんでこう声かけそれはもう、あんまりこういうとね、あそこに、周りに来たりとか、こうなんかこういう、あれがあるんで、まあ、フットボールがまあ、まあ、まあ、冷めるじゃないけど。携帯電話持ってんのって言ったら持ってない。持ってない。じゃあどこで連絡すればいいのって、ないと。だからその辺こう歩いた時にこう声かけてくる。まあ、じゃあさ、最近青木さんとよく会ってるっていう情報を。この辺歩いてると声かける。うんね、うん、そうですね。ちょっと磯部さんに GPS つけてもらいます。いやいやいや、それで困ると、あちこち行って。メコンちゃんともいいかもしれないね、どこでね。そうですね、あちこちから声がかかるしね。今度は、20日は今度は航空祭でしょ。航空祭に行けばまた、ね、はいはい、いろんなあの、ね、JA の、はいはい、あれがあの組合長が、うん、あの自衛隊の航空自衛隊の協力会長なんで、うんうん、あの人もまたこう声かけてくれるしね、いろいろありがたい。踊ら前は踊らないでくださいなんて言われちゃって。え、そうなんですか。ええ、そりゃ今は全然今は全然言わあのもう分かってるんで、踊ってください、踊ってください、踊って歌も歌ったりとかね、趣味もすごい、でパフォーマンスがあるでしょ、うん、はいはい、ね、だんだん認知されてきたね。ええ、なんかね、みんな、ええ、だって焼津市民認知度 100% って、だからその一緒に見たテレビでやってたじゃないですか。私焼津市は、失礼だけ焼津市はないんですよ。ねえ、なんか俺はるか神原市、どうか神原町、ね、あの富士川を越えればもう東部なんですよね、富士宮、あっちの方なんですよ、うん、ねえ、そうなんだ、どうして焼津なんですか。ちょっと今理由もありましてね、いろいろあって、ええ、うちのお袋が朝、はい、岡部町の朝日の青羽の出なんですよね。はいはい、ね、またこの辺知らないわけじゃない。そうですね、2番目の妹が岡部の方に加藤清水家って言ってね、はい、いるんですよね。へ、でその下の妹が下矢蓋の方に、藤枝の方に、 あっちの方に、はい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 、でマンダラこの家はみんなにこう守られてるっていうか、なんかおい、ね、甥っ子姪っ子もいるし、うん、なんかあれば、あ、コメントが入りました。はい、なんて書いてある、休憩時間に見てます、しほちゃん、しほちゃん休憩時間に見てます。そうなんですよ、うん、めちゃめちゃ綺麗な女性もね、幅広いんですよね、幅広い、小さい子から赤ちゃんから、急にニヤニヤいやいや、そうじゃなくて、赤ちゃんからね、結構ね、声かかるんですよね。そうですよね、人妻とか、そこをね、人妻すごい、まあ、まあ知らない人はいるだけど、ドキドキする、そういう人たちがね、学生時代から私のことこう知ってる人が、静岡から嫁に来た人、私は、はいはい、静岡なんで学生時代から私のことを知ってる人がいるんですよ。そのんでこうかっこいい声かけてくれるしさ、うん、嬉しいですね、うん、そういうのね。ファンレターとかもらうんですか。いや、ファンレターはもらわないですけど、もらわないです、はい、文化祭行きゃ文化祭でこうね、うん、頑張るしさ、で女子校なんか行くと特に、うん、キャーとか踊りとか歌とかこう、うん、うん、またなんかこういろんなまた番組に出てみたいとか、フジテレビ系とかさ、山本リンダの真似とか、こうもっとパフォーマンスとかカツラかぶってね、わーっと踊ったら、で普段はなんかゆっくりしてるんだけど、踊るとなんかこういうあれイメージが崩れてね、こうやな崩れるんだけど、まあ、前川清とか、まあ、千賀英子さんみたいな感じですか、はいはい、ね、あの人は歌ってる時はこうなんかこれちょっとこうすると、うんうんうん、そうでしょ、そういう感じでこう行きたいなと思うし、あ、そういう路線を路線でもないんだけど、あ、まあ、それは一部でね、一部で、うん、一部で、まあでもいろんなことができて磯部さんだから、うん、ね、そのうち今度は絵も描けるんで、
漫画も雑誌も出してみたり4コマとかアニメとか、かなり欲張りですね、なんかね。欲張りじゃないんだけど、やっぱそういうふうにこう若い時からね、いろいろ人さんいろいろやってる、やってくださいと、一箇所に固まってないと仕事なんかね、すごい多彩ですね。多彩もすまだね、ええ、もしまたこう年食ったら足も短距離前なんで、あのこういうね、はい、マスター陸上に出てみたいなと思うし、ああいいじゃないですか、ね、でもっと焼津をよくこうね、そういったこの来年はマラソン大会焼津マラソンも出てみたいなと、60歳以上の部だからそんなにみんな早いやついないと思うんだけどもね、なんかないんか上草店っていうのはちょっと早いんだよね、その人がね、でも毎日鍛えてるから大丈夫ですよ、大丈夫ですね、この辺は、短距離もちろん何でも、うんうん、そうですよね、すごいなんか胸板とかもね、うん、なんかそれ、ね、オリンピックのなんか縦乱みたいなの出てみようかなと思って、あれオリンピックっていうのはあの年齢制限はないですよね、そうですね、何歳でも出れれば、ね、このですよね、他のとかも場面もですね、あもういろんな武道の大会とかさ、うん、まあこういうあれは出れないけど型とかああいうのは出るんで、結構ガッチしてるよね、そうそうそう、なんかね、だから長生きし、こう年食ってもこう筋力があって動きが優れれば長生き、うんうんうん、みんな今の人あの悪いんじゃなくて筋力がない、動きが鈍いでしょ、鈍い、そうそうそう、それだからやっぱ、ね、で昔のお父さんやっぱすごかったでしょ、みんなね、うんうんうん、力仕事をこうしてって歩いてるから運動しなくても、うん、今のお父さんっていうのは歩かないしオートメーションでしょ、うん、それが悪いね、あれ生産がたくさんできないからいかんの、よしさ、私の理論には間違いないです、長生きするにはやっぱそのね、奥さんも見習ってじゃあ、はい、鍛えてください、で頭もやっぱこう使わなきゃいけない、そう、頭の最終的にはもう脳なんだよね、そうですね、うん、頑張らもうダメってや、うん、ダメそこでダメだ、もう二十歳でダメってやダメだし、うん、ね、60、80でも頑張れってやるやし、うん、昔は50、60は放たれことでしょ、放たれこと、そう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 、また89でも全国行きゃすごい方いるじゃん、そうですよね、テレビのとこ足だけでも20代っていう人もいるでしょ、それをみんなこう今、まあ、伝道しながらこう焼津を歩いてるわけなんだけども、うん、なんかそういうやつも出てこないし、うん、若いやつを私をこう慕っているやつもいるんだけどね、うん、目指してるやつもいるし、あすごいですね、うん、でも弟子は取らないって前に言ったじゃないですか、うん、取らないんだけど、そういう目あの目指してるやつはこう拒まないとね、うん、なるほどなるほど、だから世の中行くとあの、うん、コラーゲンハイゴマさんね、はい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 、司会もあれも、まあ、あの人弟子ですか、まあ、弟子みたい、この前ずっと昔に来たんですよ、そして俺出世しちゃったんだけども、うん、ちょっとまたなんかこうして落ちちゃうでしょ、観光大使が落ちちゃったんです、うん、で小木レッタ君なんか小木レッタ君今どっか どっか行っちゃったかもしれないけど、修行中みたい、修行中、海外修行中ですね、うん、まだまだいろんなことをこう覚えてね、こういろいろこうして大道芸みたいのも出てみたいし、そうだね、八重洲を盛り上げて盛り上げて八重洲ってね、でこれ今度は似顔絵を描いたんで偵察を描いて、ね、そういうダンシングおじさんシャツみたいの作って回ってみようかな、はい、ああいいね、八重洲出るとそれいいじゃないですか、そう、ね、じゃあもっと売れるかもしれないし、うん、これもこ う, そ う, そ う, そうプロデュースする、お金にしたか、そう、お金が問題じゃないんだけどね、そういう、うん、でこういう後ろに焼津って書いてさ、うん、はい、ね、そういうのをこうもっと PR して焼いちゃんグッズなんかこうつけたりなんかしてさ、そうですね、そう、まあ焼津いるときはそうだけど、静岡からいろんなとこ出るときはそれで、また徳島あたりなんか行って、あのこういうね、いろいろこうあれをマスターしていきたいなと思って、阿波踊り的なね、そういうふうに主張したりするんですか、はいはい、いやこれからね、あの郵便貯金を持って行くと、郵便貯金、そう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 、こういう踊りなんか言うと、あ焼津のこの阿波踊りの名人の磯部さん来てますよなんて、あいいな、ね、そういうふうにそう前の方で、うん、うちの親父はやっぱその踊りの名手なんでね、名遺伝子はついてるんですよね、ナトリじゃないんだけども、今度ナトリもやってみようかなと、こうなんかこう女型とかさ、なんかそういうやつも、いいじゃないですか、ここにね、そういう大衆演劇の人がちょっと出入りするようになってるんで、うんうん、ちょっと磯部さん一回会ってみたらどうですか、そう、そういうのもやってみてか、ね、赤城の山もとか、なんかやってもできそうな気がする、やる気があるんでね、うん、そうですね、赤城の山もこういうとかさ、ね、そうそう、そういうのもやってみたいと思うしさ、もっとこういうなんかモノマネもなんかこうカツラかぶってこうなんか泡やのにこうさ、モノマネもやるんですか、モノマネじゃないか、歌まで見て、歌カッコまでですよね、いろいろこう、あもしだったら、まあ、あのこうしたらひげつけたら、こうしたら女の道が行けるし、はいはい、でこうつけたら今度はまたなんかこういうねあれもできるしさ、あの国境の街じゃないけど長寿太郎さんとかさ、
できるしさ、じゃまたこうカツラこうしてるからあの武田鉄矢みたいこうそういうもできね、そういう格好だけでもなんかでいけるしさ、なんか今聞いただけでもなんかもういろいろですね、なんかこうなんか少なんだよね、これでもなんかいろいろね走ったやつとかいろいろパフォーマンス、すごい、うん、その中でも一番自信があることって何ですか？いや、なんでもこう自信ある。なんでも自信、でももう自信がなかったんだけども、なんかやってるうちに自信がみんな、どれもこれも。最初はね、絵が一番得意だったんですよ。絵が。それがだんだん今度は歌に変わって、歌で今度は踊りってもこういつもね、日本はこういう踊りなの。それが今度はとかフィリピンの親父、あれがいて、ダンス、うん、ダンスがこれが、踊り向こうのこと踊りのことをダンスって言うんだけどもさ、はいはい、それがだんだん、うん、分かりますよ、うん、はい、それがだんだんこうなんか踊れるようになってさ、芸幅がだんだん増えちゃう。あ、なるほど、うん、まあ一応ね、磯部さんはダンシング磯部っていう名前で来てるじゃないですか、うん、だからもう踊りを踊る人パフォーマーっていうね、うん、印象がやっぱ強いので、で今話聞いてると このとこ歌もなんか歌とか絵とか、あ、こ声がいいっていうこともあるし、うん、歌がうまいし、若いっていう、声が若い、声は若いっていう。今日これからのスケジュールはどんな感じですか？いや、これはまた家帰ってか寮に帰ってとゆっくりするんですけどね。はいはいはい、寮はどこにあるんですか？ちょっとこの辺、栄町の近くにこの辺にあるんで、ですね、あ、じゃあちょこちょこ来てくださいよ、夜、月曜の夜の配信の時ね、そこら辺にちょっと踊ってもらって、そうです ね、もう警察ももういませんからね、あんまり ね、ブレイクダンスでもやってる、ブレイクダンスとかなんかこのタップダンスとかさ、ね、なんでも高校出場したのいろいろこうなんかできそう、普通じゃできないんだけどなんかできちゃうんだよね、やると。それがこの高速ダンスで行くので高速ダンス、ああ、みんなそのいつかね、こういうカメラに撮ったら撮れなんか撮れないらしいんだよ、早すぎちゃって早すぎちゃって、すごいじゃないですか、それ確かどっか日本テレビか第一テレビかどっか、ああ、多分それ見ましたよ、そう、菊池亜美ちゃんのやつね、そうですね、そうそうそう、あ、それをあのHuluでこの間20分ずっと出続けてましたよね、なんかそれをなんかこう一回なんか会えなかったっつって週をまたいだんですよ、またいでね、確か、うん、ね、私見ましたよ、すごい、あの、ま、マツコさんの出てるでしょ、月曜日か夜かし、ああ、そうなんですか、ね、あれもそうそう、月曜日か夜かしっていう、そのなんかね、全国ネット出てる謎のコーナーっていうのは、それでなんか私はこう踊るっていうのは謎らしいな、謎なんか確かね、謎のコーナーで出たんですよ、マツコさん、マツコデラックスさん、やいつの有名人です、マツコさん出たらもう最高じゃん、ね、マツコさんとなんかね、でこのちょっと来ないですよ、マツコさんね、うん、よくあの魚センターよくね来て、あれだよく来たり、なんかラジオなんか SPS かなんかの来るんだけど、このちょっと来ないんで、そうなんですね、へえ、すごいな、そうですね、結構ね、いろんなところに声かかるんですよ、八重洲の有名人だ、珍百景も東海地区でこう出たんで、あの時は2時間スペシャルでしょ、だから岐阜県、愛知県、三重県とかこう来るんですよ、磯部さんが珍百景になっちゃったの、あ、珍百景出てね、合格したんですよあれは人じゃなくてこう風景だったりとか、なんか面白いものがあるとか、うん、看板だったりとか、うん、それだけじゃなくて私が人として私が出て、それすごいですね、であの時は2時間スペシャル、普通じゃ1時間ね、あれで静岡代表でこう出るんだけど、あの時は東海地区代表で、すごいじゃないですか、で5人、あの時は3人だけど2人多くて5人がみんな押してくれた、あ、で合格した、ね、それをまた家に来てくれた人が言ってね、合格したらみんな家族で手を叩きましたよなんて、そういうことを言ってくれたお母さんが今、そうですよね、うん、有名人だ、超有名だね、いやいや、有名じゃないけど、みんながこう盛り上げてくれるんで、それに対して、この子をね、こうするんだよ。だってもう静岡を通り越しちゃって、もう東海地区代表で全国ネットで出てるわけでしょ。そう。すごいですね。まだもっともっとで、あの全国、北海道とか、ね、九州、まだまだ知名度足りないんで、出てみたいの。CNN とか。うん、まあまあそういうのはあるしね、まあ、でもどっか行くとね、あの3ヶ月もいると有名になっちゃうんですよね、世界デビューしてもらって、そうです、ね、もう外人も結構来ますよね、フィリピンとかああいうのもやっぱこうダンスっていうね、やっぱこうフィリピンでしょ、へえなんてこう来てさ、来て来ますよ、うん、飲み屋とかね、ああいうのもっとなんかパフォーマンス、こう昨日もテレビ見たけどなんか こんなやった人がなんかこういうコマーシャルがあったんで、ああいうのもこうやってみようかなと、やってみようかな、そうそう、できちゃうんだよね、普通じゃできないんだけど、なんかそういう、うん、このああいう社交ダンスみたいのもやってみようかな、はいはい、私エロビックスダンス、ヘイヘイ、とここのなんかできちゃうんだよね、はい、
できちゃうね。できますね。なんか何でもできちゃうね。いっそばいっそば。今度じゃあ、焼津テレビで磯部さんのプロモーションビデオを作りましょう。俺適当に撮った、俺って適当に撮ったもんね、前ね。そういろいろこう、弟子は撮るんですか、弟子は撮らないんだけど、そういう目指してるやつがいるんでね。うん、弟子は撮るだったらまだまだあと10年とか、まだ10。目指す人の夢を、ね。結構ね、吉子から来ます、小学校から来るし、磯部ソングを作んないぞ。そういうのまだまだ。また出た出た。さあ、そろそろお昼の時間ですので、じゃあ、これでお開きということでね。ね、ごめんなさい、はい、呼び止めちゃって。何のこれ好き？うん。お出かけだってもうそろそろ。あ、そうです。お昼を食べないとね。ありがとうございます。はい、いえいえ、また遊びに来てくれ。なんで、月曜日の配信の時も、ふらっとこう入ってきてくれたら、あ、そうそう、はい。飛び入りでも出れますから、はい、きっと、はい。知らないけど。うん、本当に本当に遊びに来てください。お待ちしてます。もう来ますよ、私はもうどんどん持ってますよ、ね。普通のあの途中以来だけども。お出かけちゃんね、わかった。わかった。ちょっともうこれ耳に残るから、ちょっと切ってください。始まっちゃった、もう終わっちゃったんです、はい、というわけで、はい、そんなわけでお後がよろしいようで、はい、何回ですか、157回新健康勉強会でございました。では良いお休みを。なんだこの締めは。さようなら。バイバーイ。また来週うっと、はい。